一体ね、この菅総理、総理政権は国民を見殺しにするつもりなんでしょうか、まあ、先日、ですね東京都の小池都知事ですとか神奈川県の黒岩都知事首都圏の4知事が緊急事態宣言の発令を検討するように西村経済担当大臣に要請を行ったわけなんですけども菅首相がいまだに否定的な姿勢を崩してないんですよね。 東京都は大晦日に新規感染者が1337人というふうになりました。これも皆さんもご存知のことだと思うんですけども、いわゆる政府で指標する最悪のステージ4、感染爆発の基準をすべて超えてしまったわけなんですよね。もちろんこれは十分に予測されていた事態で、例えばですね、そうですね、12月18日に東京都の病院協会は、現在では東京都では医療崩壊直前です。 という緊急メッセージを発表したわけなんですよね。まあその中で現状のまま感染者が増え続けて東京都で1日1000人を超えるような事態になれば適切な医療を受けられず死亡する人が出てくると。まあその恐れていた事態が今まさに現実となったわけなんですけどもね。でこの警告を無視して感染爆発と医療崩壊を招いた菅総理なんですけども まあなんとこの後に及んでも緊急事態宣言を出す気がないということなんですよ。まあ結論1月3日の時点でまあ緊急事態宣言も視野に入ってくるというふうにねなんかのんびりしたことを西村経済担当大臣が言われていましたけどもうーつまり最終的に打ち出したのは営業時間短縮の強化というねなんともこれも 弱々しくもしかも何の保証もない国民にダメージを与えるしかないようなものだったんですよねまあ小池都知事の要請もあったんですけども官邸に独自のパイプを持つ神奈川県の黒岩都知事まあこの方が語り合っても西村経済担当大臣うん首相との直接対話をね要望したわけなんですけども総理は応じなかったわけなんですよ うん、こうした4知事と西村大臣の面会っていうのは実は官邸で18時からあったわけなんですけどもまあ同時刻に菅総理もじゃあ官邸にいたのかなということなんですけどもそうではないんですよ で、菅総理ね、17時過ぎには、まあ、ことの対応を西村経済担当大臣に丸投げして、面会を見るでもなく、面会を待つでもなく、もう17時過ぎには赤坂のね、えー、議員宿舎に帰っちゃったんですよね。<laughs> まあ、要するに、緊急事態宣言を出す気はないよという方針なんですよ。えー、この都知事が緊急事態宣言の要請に来るよっていうふうにアポイントメント取った時に、まあ、出す気はないから、俺いなくてもいいでしょうみたいな感じで帰ってしまったってことなんですよね。 で、菅総理が緊急事態宣言の発令を見送る理由として考えるのは、まあ多分ね、特措法改正が優先だというふうな、この考えに縛られてるからなんじゃないかなと思うんですよ。しかしですね、妙なのは、この特措法改正しなくても、医療崩壊を食い止めるためには、まあこの緊急事態宣言を今すぐ発出することでできるし、まあ保証とかね、給付金も出せるわけなんですよ。 うんまあ、菅総理の言われる、給付と罰則はセットっていうのは、その通りだし、国民の願いでもあるんですよ。まあ、だったらね、そこまで言ったら、国会を早期開催でもすればいいのに、通常国会の開催予定は2週間も先の1月18日です。まあ、それを早めるという動きもないわけですよ。まあ、どっかのインタビューで、先手で先手でやっていきますと、菅総理は言われていたんですが、今のところ、一度も先手になったことがないんじゃないかなと思うんですよね。 えー、そして、勝負の3週間も、全部、大負けの大黒星だったわけですね、うん。で、まあ、そんな中、昨晩、ラジオで国民に陳謝したみたいなんですけども、その意図は全く見えてこないと。うん、誤った後に、どう取り繕うのか、ということが待たれてるわけなんですけども、ただね、責任を痛感するっていうことだけでしたら、安倍総理でも同じと言えるんですよ。まあ、我々にね、できることって言ったら、 うん、怒ることぐらいしかないのかなとか思うわけなんですけども、うん、GoTo キャンペーンをね、いつまでも引き伸ばしたりとか、国民の要望をこうやって聞かなかったりとか、一体民意ってのはどこに向かっていったんでしょうかねそれとも菅総理にはまた別の景色が見えてるんでしょうか皆さんはどういうふうに思われますかうん、なんともね、気持ちの悪い、えー、年末年始になってしまったわけなんですけども、今年これ、まあ、どうなっちゃうんでしょうかねまあ、オリンピックとかね、 誰かやりたい人っているんでしょうかはっきり言って選手の中にもオリンピックに肯定的な方ってうんいるのかなと思っちゃうんですけどもどうなんでしょうか、うん、オリンピックの選手とされてる方オリンピックに賛成なんでしょうかちょっとね否定的な意見も肯定的な意見も私の目には入ってこないんですけどもどうなんでしょうかねうんまあオリンピックだけではないんですけどもこんな状況のままでいいわけないとは思うんですがどういうふうに皆さん思われるでしょうか